さあ本日もやっていきましょうか。さパート9になるのかな、どうだっけあんま数えてないからわかんないけど多分9だと思う。今回もやっていきたいと思います。とりあえずね、装備ちょっと探検しまして、動画界でねこのサイト B だっけを探検しまして、まあいろいろね収穫物はあったんですけど、イリコニウム1個とかゲットできたんですけど、マップ見る感じね、まあ俺が探した中ではあるんだけど2つだけね、未開放の未開封の夜間を未開封の夜間って何って感じだけど、未開封の夜間をね見つけたんで、これ2つねやっていきたいんですけど、他がねちょっと見当たんなかったんで、あサイト B じゃないわ、サイト2かサイト2かなので、この2つ終わったらね、最後斎藤さんに、斎藤さんに、もう、キャン、まあ、とりあえずね、斎藤さんにやっていきたいと思います。さあ、行きましょうか、とりあえず。隅っこな、撮れてるよね。ね、動画撮れてる？とりあえずやっていきましょうか。隅っこま、最初。たしゃん、大逆キャン、キャン、キャン、キャン。クガロンですね。こちらは、ゴーニーガロンっていうのがあって、すごく強い武器なんですけど、キル性能が、強い。キル性能っていうのは倒す、相手を倒す性能が高い武器の、まあ射程が長い版ですね。まあ人気度合いで言うと絶妙かもしれないあんま使ってる人は見たことはないです。とりあえずやっていきましょうか。なんか迷路みたいでいいね、迷路。何、もう許さないよ、そういうことするのよくないよ、俺に対してそういうことするのは許さない、絶対に許さない。あ、なんか、あ、後ろから来てたのか。ちょっと待ってね。とりあえずね、迷路は、迷路の攻略法としてはね、こうやってね、柵は歩くことです。皆さん。迷路の攻略法は柵は歩くことで、上側をね、把握できるんで、マジでおすすめですね。もうずるいよね、このやり方。迷路じゃないもん。正直、迷路じゃないもん、これ。とりあえずやってって、でも楽しいね、こういうやり方もあるのも、普通に順当に攻略するのもありだけど、俺はちょっとねいやらしい攻略法でやっていきたいと思いますこれ性格出てくるな、ちょっとね普通のやり方では やりたくないっていうのがあるからね、どうしても。これさ普通にやられる、硬いけどできる、そのまま撃ってたら倒せるんだね、それ初めて知ったかもしんない。まあ、とりあえずやっていきまして、壁登れるからさ普通にこういうやり方もありだと思うんだよな、俺的に。はい、こっち行きましょうか。あ、びっくりした。びっくりしたな、今。あっち行ける？え、なにこれ？え？この出口は外れて、え？なにこれ？え？なんか絆創膏ずっとつけてたらこんな感じになるみたいな、なってるけど、下にあるけど。大丈夫かな？怖いな。さあ、とりあえず進んでいきまして、進みたいんだけどね、進まさせてね。で、とりあえず行きまして、こっちの入り口だよね。正解は。よーし、完璧いきまして。まあ、このステージはでもゆったりしてる感じするな、結構。うん、全然なんか、難しいなとは感じないけどね。最近ね、スプラトゥーン難しいから。わー、動いた。どうした？え、なにこれ？なにこれ？え？すごい！登れってこと？面白いな。面白！なにこれ？なんかもうさ、ピタゴラスイッチみたいじゃない？ちょっとサムネ撮りたい。ちょっと待って、サムネ撮らせて。で、サムネ撮らせてみんな。とりあえず進んでいこうか。こっちはいけないから、とりあえずね、こっち登っていきましょうか。で、どう登る？これ登れる？あ、普通に心の壁、そうか。なるほどね。床が普通に濡れるから、登れるのか。あー、そういうことだったのか。面白いな、これはこれで。で、こんな感じで登りまして、上とかも行けない。なんか、スプラトゥーンすごいよね。なんかさ、今作のスプラトゥーンあれなんだよね。めちゃめちゃさ、なんつうんだろう。こだわりがすごいなって個人的に思うんですよね。こだわりが、すごいこだわってんなーって。あと難易度もかなり上げてきてる。前作こんなむずくなかったもん。めちゃめちゃ難易度上げてきてるなーって感じがする。で、これ行きまして。開けるね、ここ。もうゴールついたよ。開けなくない？ちょっと待って。他の場所もちょっと行きたいんだけどな、俺。いい？もう、行かなくていいかな。特にでも、奥にもなさそうなんだよな。もう取ったもんね。
終わろう終わろうそのまま。ちょっと後ろだけ確認させて、なんかあるかもしんない。ゴール来たね。ゴール、さっきゴールしてたけど、フライングゴールしてたけど、オッケー。でも簡単だったね。あの面白かった、ここはなんか純粋に面白いなと思って。タイム3分59秒だって。4分切ってんじゃん。多分そんなすごくないと思うけど。さあ終わりまして、サイト2のラストのステージ行きましょうか。俺が見つけた中で、まだあるかもしれないけど、俺が見つけた中ではラストでしたね。ここはここもちょっと開放しとってあげようかな。なんか出てくるかもしれないしね、新しいのが。なんかある？なんもないんかい。とりあえずやっていきましょう。美しの夜景に匠の師匠もう分からん。さあやっていきましょうか。カニタンクですね。カニタンク、カニタンク、カニタンクしかないってことはずっとカニタンク使うのかな。さあ新しいステージですけど、来た、カニタンクでゴールしましょう面白いな。カニタンクは変形転がれるよっていうの俺知ってますよそれ。でもカニタンクこれね強いのよ、カニタンクは普通に。だから全然ね大丈夫だと思うんだよね俺的には。カニタンク自体普通に強いから、しかもインクも無限でしょ。強すぎないって感じするけど、これ届かないよさすがに。何かちょっと待って、これ何これ。これもサムネにしたいな。ちょっと待って、これサムネだろ。サムネだよねこれやば、面白いの、面白いやつ出てきたんだけど、なんかロボットみたいに出てきたね。とりあえずやっていきまして、これさロケット使うと、ロケット使うと、おっと足が動く、足が動く、可動式、可動式まさかの。でもこれは破壊しないといけないよね一旦ね。だからだんだんガリガリになっていってけど大丈夫この子。俺なんか俺みたいな体になってるけど大丈夫かな。あれ届く、あはは、大丈夫、よかった、危なかった、やられたと思った今。でどうすんの俺こんな状態になっちゃったけどね、俺こんな状態になっちゃったけど大丈夫かな。あれこれ登れる、登れる、あよかった、登れるんだね、よかったよかったでどっから登るんだろうこれ。あここかな、あ違うな、ん、どうやって登るのこれ。あれちょっと待って、ちょっと待って、どうやって登るのこれ蹴散らしてるけど俺。あカニタンクだと、えなる、あーそういういやらしいことするんだスプラトゥーンって、スプラトゥーンってそういういやらしいことするんだね。怖いな、そういうことするのやだなおおこれも登れる。いやカニタンクは負けんよ、いやいやいや、カニタンクは負けんよさすがに強いもん普通に。これはなんだ、おっと、あーそういうことか、撃てってことね。あれ違う、あれあれ、なんかバリア張ってる、なんかいけないね、ちょっと待ってね。あなるほど、こうやっていけってことか。でこの間に、次こそは待ち伏せてたら大丈夫ってことかな。ここで大丈夫、もうダメなんでそれはよくないよ。下に行けってことね、なるほど下に行けばいいんだ。で何か ロケットが飛んできてる、これはどこに行けばいいの、これどこに行けばいいの破壊しないといけない、あれ破壊、待って、後ろから、後ろからやりまして、オッケーオッケーオッケー、よかった、間に危ないよ、あれちょっとできるんじゃない、顔が開いたから、あれをドン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 これ実況者としていいのこれ、ドンドンドンしか言わない実況者大丈夫これ。とりあえずこれで的全部壊せたんじゃねってなったから、でどういう軌道になる、なんかガッツポーズ、何大丈夫かな、大丈夫大丈夫、何、ああ大丈夫か、よかった。これで動きが変わってガッツポーズになったから、筋肉みたいな感じになったから、おっきい、よかったよかった。なんかめちゃめちゃ落ちるもん俺、めちゃめちゃなんかね落ちちゃってさ、やばかったんだよ俺、気持ち的にもやばかったで
あっち側も行けたのかな。あ、どっちからでも行けるようになってるって感じか。とりあえずこれ、待つよ。危ないから。これ、落ちたらマジで、もう俺嫌だから。もう落ちたくないの俺。さすがに。はい。行けるよね？よし。楽しかったけど、ちょっとね、絶望何回も見たわ。さあ、とりあえず終わりまして、一旦ね、俺が探した中ではね、サイト2まで終わったんで、次ね、サイト3に行こうかな。よし。いや、新ステージだな。とりあえずやっていきましょうかね。今の貫通したけど大丈夫。こういうね、イカロールとかも使っていきたいんですけど、行きましょう。さあ、来ました。よし、次のサイトへ出発。どんな感じなんだろうね。でも、最終的な発行だよね。おじいちゃんどこにおるんやろうね。無事だと生きる。長生きヤングニュータウン。どんな名前？あっちの方、地面がツルツルになってる。あー、どういうことだろう。どういう感じなんだろうね、これ。なんか、乗った瞬間、崖下に行って、俺ゲームオーバーみたいなあるかな、そういうの。このサイトにおじいちゃんらしき、反応はないみたい。めっちゃステージあるな。さあ、やっていきましょうか。まだまだね、長く楽しめるということでやっていきましょう。これ、いる？一応やる？やるだけやっといて、なんかね、出てく、やらなきゃよかった。あ、待って。やってよかった。やってよかった。やらなきゃよかったって言っちゃったからね、俺。まあもうこれ見たところでもね、あ、パイプラインが2つ見える。どこ？どこ？わかんない。パイプラインって何？これ何？あ、あ、ただ滑るだけか。あ、めっちゃ滑る。待って。これめっちゃ滑るわ。待って。思った以上に滑る、これ。いや、でも大したことないな、このギミックなら。全然大丈夫だな。さあ、とりあえずやっていきまして、あー、待って、危ない。さあ、ここやっていきましょうか。これってどうやったら壊せるんだろうね。ここのこれやったらいける。ちょっとやっとく。ちょっと動きづらいからね。え、ここの壊したいんだけど、あの奥か。なるほどね。まあとりあえずここに行きましょうか。その他上品な。さあ、これ、どの装備で行く？あ、待って、ハイドラントとマニューバとヒーロー装備。どうしよっかな。ハイドラントが一番クリア報酬いいからこれにします。さあ、これはね、ものすごく重たい武器なんですけど、ものすごく射程が届くということでやっていきましょうか。楽しいんですよね、この武器。なんでね、普通にやってていいと思うんだよね。行くよ。めちゃめちゃ届くのよ、この武器。ほら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 。もうバレちゃったもん、敵機。タコさんがいっぱいいる。確かにめちゃめちゃいるね。いすぎだろってぐらいいるけど。で、手前やりまして。でね、チャージが長いからめちゃめちゃ撃てるんだよね。そこもね、なんかね、良さでもある。あれも倒せるからね。すごいよね。ほら、あれも届くのよ。すごない？普通に。これハイドラントさ、なんか、報酬多めだったけどさ、全然俺使えるから、大丈夫だけどな。まあ、ためがな、長いからってぐらいで。あ、下あるね。いいね。ちゃんとね、発見していきつつ。アーマーも大事よ。アーマーも何気に。俺結構やられちゃうタイプだから。まあでも、うますぎるよりさ、俺みたいな人はさ、あれだよね。ギリギリで戦ってた方が動画的にもまだ面白いよね。まあそのプロゲーマーとかならさ、うまさが求められるけど、俺の場合ってさ、別にさ、うまさを求めてる人いないからさ、こうなんかギリギリで戦った方が面白いんじゃないかなって個人的には思ってますけど、どうですかね。同じ意見の人いますか。多分ね、そういう人いっぱいいると思うのよ。うん、俺だってそうだもん。俺はそうだからっていう真面目な話をしつつ、ちゃんとやっていきますよ。ちゃんとやっていきまして、でこの辺倒します。特にこの辺はないと。よし、いいんじゃないかな。一旦ね、一旦いい感じで、こっちに登る感じか。で、下登りまして。よし、行こう。上に行って、はい。いや、余裕よ。全然余裕よ、今のところ。あ、上にもう、ゴール見えてるし。全然大丈夫だけど、雨降らしが使えるね。雨降らし使えるけど、どのタイミングで使うんだろうね。ちょっとその辺がわかんないけど。一本道でやりまして、後ろある、なんかあるね。なんかマリオみたいな音があったけど、なに、なに、待って、え、なに、あ、行くよ、これ楽しいよ。
おお、なん手前倒せないの手前まさかの倒せなかったんだけど全部ロックオンしたと思ったら倒せてなかったな。まあ、とりあえず進んでいきまして、え、全然大丈夫よ。これ後ろあるんでしょ。ほらね、スプラトゥーンはねこういうのしてくるからね、しっかりこういうね後ろにあるよみたいなことしてくるから。え、全然余裕だったけど、え、めちゃめちゃ快適だったよ俺。何祈ってんのこれ、お経。さあクリアしました。これあれだね、ハイドランコとハイドランコって何、ハイドラントにチェックついてるから、マニューバーも遊んだらチェックつくのかな、そんな感じかな。よし、とりあえずヒーロー装備ちょっとね強化したくて、どうする、これ強化しとくか。よし、パワーアップしまして、なんかねスペシャルはねあった方が嬉しいんで、イリコニウムこっちもいけるね。なんかヒーローシューター、これめっちゃ強化したいの俺。めっちゃ強化したい、これ。ヒーローシューターの連射速度だよ。めちゃめちゃ大事。もう一番大事なんじゃないかな、この選択の中で。センサー追加とかもあるけど。とりあえずあれね、連射速度上げたいんだよ、俺的には。なので、あ、ディスクは、ありがとうございます。使わないけど。で、このまま進んでいきまして、これはなんだ？はい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 。こんな感じか。んで、あ、イリコだ、これは嬉しいな。イリコはマジで嬉しいんだよな俺。これまだ強化できなかったっけ、もう一回見ていい、強化はまだか、まどかマギカだったから多分できないのかな。あー、ええ、できる、え、6解除できんじゃんこれ。えやった、え、マジ普通に嬉しいんだけど、待て、いけるパワーアップしますよ、きたー。え、これはめっちゃ楽でなりますねこれいくよ。おー、めちゃめちゃ飛び散るけど。え、連射速度変わってなくない、え、変わってなくない、え、こんなもん。まあまあ、とりあえず行きましょうか。こちら。大空に進まう。私は自由をかける鳥。なんか俳句みたいなこと言い出したな、この人。さあ、やっていきましょうか。大空を舞う、住まう。おすすめはヒーロー集体だよね。あれ、待って、俺さ、思うんだけどさ、ヒーロー装備、俺毎回選んでないじゃん。連射速度上げたところで意味ないんじゃないかな今気づいたんだけどさ、俺連射速度上げて良くなったわとか言ってるけどさ、この違う武器使ってるからあんま意味ないっていうじゃあ今回、リールガンでもいいんですけど、まあ、今回ローラーでいこうかな。初めてだからね、こうやって出たのは。さあ行きまして、ローラーはね結構使い慣れてるので、まあ楽勝かなとも思いますね。なんかロケットがあるね。すごい、大丈夫これ、戦争起きてるよ。なんかいっぱい飛んでる。そうだよね、なんかいっぱい飛んでるわ。俺の感想も1号ちゃんと同じ感想しちゃったわ。でこれで、あー、これはシューターがいい、これはシューターがいいねこれはシューターが一番やりやすいと思う。ちょっと待って、コントロールが、これでもクイックボムで今いいよね普通に。あー、これ全部倒すとなんかある、ちょっとやってみていい。あー、もう次々来ちゃうのが、じゃあいらないな普通に。じゃあ行きまして、あー、そんな感じで、ね、1個壊しちゃって、よし。で、そのまま進んでいきます。いいですね。まあ、ローラーはね、使い慣れてるから全然大丈夫よ。だから、この辺とか塗っていって。あー、待て。いるね。縦振りでしっかりやっていって、当たるんだよ、今。当たってた、まさかの。で、そのまま行きまして。何これ。そのままで行くね。で、このまま行きまして、いいよ。今んとこめちゃめちゃ順調よ。カーボンローラーなんでね、この塗り速度が速いから多分ね、結構奇襲攻撃できるんじゃないかな、相手に対して。はい。続いては飛んでるあいつ乗れそうじゃね、どれこれ、あ、ほんとだ乗れる。これ破壊したらダメだよね。破壊したら俺落ちちゃうよね。だから、あれ、危なかった、待て、見てなかった俺、危なかったね今ほんと。心臓が、あ、危なかった、心臓が危なかった
心臓が危なかったな、今の。本当に危なかった。俺の命が危なかったね、本当に。これ、上から。あー、え、これどうやって行くんだろう。行けないよね。どうやって行くんだろうね。ちょっとわかんないな、あれは。行きまして。はい。はい。はい。しっかり破壊していきまして。いいよ。で、上登りたいな。上登って、あ、これ破壊したいな。で、これいっぱい破壊しまして、いいですね。いい感じに進んでいきまして。で、敵がいたんだよね、下に。いなかったっけ？めちゃめちゃ飛んでるな。めちゃめちゃ飛んでるよ。んで、あー、こう一回下に行かないといけないのか。何やってんだろ。何やってんだろ。あー！ここ乗りまして、ここ乗ると、あれなんだね。あれです。あっちに行って、あっち側に行けるからゴールにたどり着けるみたいな感じね。なるほど。なんとなく、わかりました。あ、これ、ケバインクついてるから、俺、一発でやられちゃうのか。なるほど。そこだけ注意だね。で、待って、大丈夫か？で、これ下降ります。下降りたら？あ、よかった。めっちゃ時間かかった。ほぼほぼカットしてると思うんだけど。すごい時間かかりました、ここ。落ちちゃってね、めちゃめちゃ。ほら、5分47秒もかかった。さあ、終わりまして、ローラー難かったね。これ絶対ね、シューターの方がいいわ。とりあえずね、次回のステージ、もう時間ないからいいや。これで終わりたいと思います。次回も、頑張ります。お疲れ様でした。